れだな、 RPG の王様でもいそうな部屋だ。ヨクザってやつ？王様が座る場所ってことね。また君たちはそんなのんきなことを。いや、それよりミユだ。ミユ、どこだ？あ、おいカイト、あんまり大声出して女王に見つかったら。なに？なんかうるさい。今の声、あの玉座に。やっぱりか。え、もしかして女王様って、み、僕全然気づかなかった。そこは他にいないでしょ。私もちょっとおかしいなとは思ってた。ええ、私もよ。うむ、この目で見るまで信じがた。みんな気づいてたのか。当然俺。いや、ドラクモンは絶対気づいてなかった。女王というやつがとんでもない化け物じゃなかったなら。ちょっと何を勝手に入ってきて。ミユ、よかった、よかった。うわ、え、やだ、もう。当然だ、さあ一緒に行こう。一人じゃないし、みんないるし。みんなって、もしかして。そういえば、あの、ここの連中みんなうちの家来なんだよ。家来、うん、だからシャコモンは別だってば。お兄さん、はじめまして。また新しい化け物。化け物なんてひどい。うん、そうだよね。お前がミユをそそのかしたのか。シャコモンはそんなんじゃないって。すぐこれだよ。喧嘩っ早いし乱暴だし。いや、大地さん、そんな知らない学校のよその連中と。あ、僕らのこと。タクマたちは信用できる。悪いさ、散々心配させやがって。あまりわがまま言ってみんなを困らせるんじゃない。うわ、お兄ちゃんなんて大嫌い。何があったんだろうな、この兄弟に。カイトったらいつもカッコつけてるのに、妹の前じゃ肩なしじゃん。兄弟仲がどんな状態かなんて。ねえ、どうするの？ミュちゃん素直についてきてくれなさそうだけど。僕もそれを考えてた。肝心のカイトはあんなだし。嫌い。カイトのやつすげえ打撃受けてんのな。ミユ最強かも。だからってどうするのよ。あの子はまだ子供だ。やはりここは僕。頭ごなしに言うのよくないんじゃない。それより何より気になるのはミユの危機感のなさだ。シャコモンたちがいるとはいえ、一人で怖くなかったなんて。ちょっと、ここは危ない世界なのよって。それよりさ、物で釣った方が早くね。相手は子供なんだし。ハルやミユキだってお菓子とおもちゃがあるって言われたら喜ぶだろ。別に、それよりお姉ちゃんと遊ぶ方がいい。いい。そうだった、この二人はこういうやつだった。もうひそひそうるさいよ、早く出てってってば。さあ、もうな。おい、なんかわかんねえけど、あいたくまくん、どうしよう。ミユは分かってないみたいだけど、この世界だから一人でいないで。うちにはシャコモンがいるから平気って言ってるの。シャコモンをバカにするの。バカになんてしてないわ。
私たちにだってラブラモンたちがついてるから。だったらお兄ちゃんたちと一緒に行く必要なんてないって。それでも一緒にいるべきよ。シャコモンがついていたとしても危険。ミユのことは私が守るから危険。ダメだな、危険性を全く認識していないらしい。もうやっぱりお兄ちゃんとお兄ちゃんの友、すっかり嫌われたみたいだぞ。どうするも何も、いつもいつもいつもお兄ちゃん、もううんざり。うちは自由でいたいの。え、ちょっとやめ、そこまでしなくてもいいんじゃ。大丈夫、死ぬわけじゃないしさ。ミュウ、お前ここからいなくなってもらうだけで。はーい、ポチッとな。はあ、本当に押しちゃった。押したって。 おい、なんだ。 お姉ちゃん、僕に捕まって。ここにいるよ。いるよ。よかった。他のみんなも全員ちゃんといるみたいよ。っていうか、こんなわけのわからない世界なら、なん誰かが何か改造をしててもおかし。誰が？モンスターたちが？僕たちでもこんなすごいものを作れちゃうって。さあ。僕に聞かれても。お前たちみたいな奴のことなんてわかるわけないだろ。そうだよね。やれやれ。すまん。あいつがああなったのには、どんなわけが？昔ちょっと、辛い。だから俺は、ミユを何が何でも守ってやるって誓ったんだ。カイトとミユちゃんがなんか抱えてるのは分かったけど、だからって過保護すぎるのも逆効果だったんじゃないかしら。そうか、俺はただそういうのされる。さっき。ううん。とにかくさ、まず黙ってここに留まっているわけにはいかない。それじゃどこかに出口がないか。わかった。床も柱も鉄格子もか。まいった。こんな鉄格子ぶ。カイト君、な。おら。ちょっと。大きい音。怖い。怖い。ある
とみゆきが怖がってるじゃない。少し我慢しろ。カイト、やめなって。そもそも蹴りつけたくらいでガン。じゃあどうしろって言うんだ。ほっほー、これはまた。てめえ、姿を見せてもらおうか。安心しなされ。あれ、誰だお前は。まあまあ焦りなさんな。まずはどれ。お前さんたちを牢から出してやるでの。え、これこっちじゃよ。ほれほれ、出口に向かう道はこっちじゃい。なあ、このままついてって大丈夫なのかよ。ん？わしが、お前たちみたいな化け物。修二さん、何も、そうだよ。少なくとも、牢屋。連れて行かれる先に、もっと凶悪な敵がいないとどうして言い切れる？君たちは忘れたのか？昨日、僕たちがどんな目にあったのか。無理についてこいとは言わんが、みんな、僕、たくま、簡単じゃないです。けど、ミュウとシャコモンの目を盗んで、僕らを牢から出しに来てくれるって。それだけで信用に値すると思いませんか？これが罠じゃないという証拠はないんだぞ。それは、でも僕、この人は、信用していい気が。僕もそう思うよ。あの二人が自ら意見するとは珍しいな。子供ってそういうとこ意外と鋭かったりするし、俺も大丈夫って気がしてきたかも。何かあったらすぐに離れるからな。さて、それじゃあ改めて外まで案内しようかな。お願いします。でもそれだけじゃなくて、あなた。そうね、人となりを知った方が安心。そうじゃの、少し歩きながらわしの話をするかの。じゃあまずは名前。わしはじ。改めて聞くけど、ジジモンはどうして。お前もミュウの配下ってやつなんじゃねえのか。ほっほー、わしはもともとこの辺りを取りまとめる長の偉い人って。いやいや、小さく弱き者たちが。でも遊園地にいた子たち、みんなミュウのことを怖い。わしの元におった者たちはみな純粋で素直すぎるからの、コロッと手玉に取られてしもうた。あのおてんば姫の相棒はなかなかに頭が切れるようでの、そこからよみがえったふりなどをうまく演じて。ちょっと待って、それってシャコモンが貝殻を開けたり閉じたりしただけじゃないの。生き物を石にするってそういうことかよ。化け物の仕業ですらなかったのか。そこまで単純なのか。ジジモンは止めなかったの。もともとはあの、なんだかんだとみんなが楽しそうにしておったから、これを機会にわしも隠居したんじゃ。
おいおい、それ勘弁してほしいもんだよ。いや、そこはむしろこっちが妹がとんだ迷惑をかけちまったみたいで。そう言われてしまうと気にする必要は。いやいや、実を言うとわしも少し何しろおてんば姫は掃除も生その分わしが身の回りのってそれ完全に世話焼きおじいちゃんじゃん。悪いが、あいつは俺の妹だ。そうじゃの、分かっておる。ここはわしも一肌脱ごうとか言うとこだから、こうして外まで案内してやっておるじゃろう。まあそこはありがたいけどな。そうこう話しておるうちに次の抜け道が見えてきたの。地上まではまだまだ遠いのか。それほどでもないが。この道を抜ければ無事。葵くん、どうした？なんでもないです。ちょっとつまずいただけなので。ちょっと歩きづらいもんね。お姉ちゃんも足元気をつけ。うん、この辺りはどうにも崩れやすくなっておるからの。こんだけボロっちん遊園地だもんな。確かにあの校舎にも驚いたけど、ここは一体いつから建ってるんだろう。そうじゃの、わしらがここに住むようになって何十な、たくま、めちゃくちゃ。いや、我々の世界と人間、わしの記憶ではこの地にこの妙じゃないか。そんな大昔に誰がどうやって遊園地なんて作っ。お前たちの世界ではどうやそりゃ大人が重機とか。つまり一朝一夕にはできないということか。そうだよ、遊園地なんて作ろうと思ったら何年も。そもそも誰かが作ったと考えること自体間違。どういう意味だ。この世界では私たちが信じられないようなことば。極端な話、不思議な力である日突然ポンと遊園地ができたんだとしてもおかしくないんじゃない。もしかして、あ、誰かが作ったとかじゃなくて不思議な力でできた。なくはねえ話。ジジモンさんはここができる前からこの地。いかにもじゃが、一体この遊園地はどんなタイミングで。ど、その話をするには。この世ってまたスケール大きい話だな。我らの住むこの世界はかつて強い力を持った何者かに作り出されたと言うなれば神のような存在じゃ。いや、世界を作っちゃうような存在ならそりゃ校舎だって遊園地だって作れるよな。じゃあロープウェイがなぜか動いていたのも。ボロボロの校舎なのになぜか食べ物と医療キットが腐ってなかった。え、神様の仕業なの今。神様じゃなかったら何の。何のってわけじゃないけど。物事はそう単純でもなくての、そのすでにその存在は消えうせ。ごめん。え、そうなの。だって結局何がど。ごめんなさい。いや、全員理解不能だって。こればかり。この世界のことが少し分かったような。マスアグモンなんてすげえうんうんうなってるじゃん。本当だ。よっぽど話が難しかったんだろうな。おかしいな。アグモン、何がおかしいんだ。もしかして今のジジモンさんの話で何か気づいたことがあるの。違うよ、僕が言ってるのは
モヤモヤした感じだよ。って全然違うこと考えてたのかよ。それでアグモン、モヤモヤってこのあたりなんか気になる。言われて確かに。何何、どういうこの感じ、何かしら。こうとは気になるっちゃ気になる。ラブラモンたちが口を揃えて言うなんて、何があるのかしら。それがはっきりわからないんだ。調べてみた方がいいのか。タクマ、悪いが今は早くミュウのところに戻りて。そうか。ごめんカイト、まずはミュウのところへ戻ろう。出口まではもうすぐじゃて、しっかりついてくるんじゃぞ。やったー。なんだか地下に落ちてから思ったよ。お姉ちゃん、眩しくない？眩しい。ほほー、わしもちーとばかし眩しいわい。で、これからどうすんの？ミュウのところに戻って必ず連れ戻す。それしかないだろうな。あの様子じゃ無理じゃないかな。私たちの話なんて聞きたくないって顔だったものね。確かにミュウのやつは一度こうと決めたら頑固だし。けど他に方法なんてないんじゃねえのか？何か話し合いのきっかけでもあればいいんだけど。シャコモンを説得できないのかな。それはシャコモンを味方につけるってこと？それこそ。でもシャコモンはミュウが落とし穴の。やってみる価値はあるかも。それじゃあわしはそろそろ城に戻ろうかの。おいジジモン。なんじゃ？出口まで案内してくれて、ミュウの世話焼いてくれてありがとな。なーに、お安いご用じゃて。よし、それじゃあ。ちょっと待って、タクマくん。おい、どうしたの？なんだよ。っていうか、うん？俺は確か。俺たちを追ってきたのか。いや、それにしては様子がおかしくないか。なんかすっごい慌ててるみたいだけど。悪いや、あ、お前らか。またやばくて悪い。なんだと、一体誰が来たって言うんだ。敷地の周りをぐるっと囲まれて、あちこちから入ってきてて、極座の方で迎え撃ったけど、女王様の家来もみんなやられちゃった。それってまさか、アルケニモンたちの仕業かもしれんな。マジかよ。こんな時に。ああ、そんな。あいつらがミウを狙って襲ってきた。だから、そう、こうしちゃいられない。待って。まずい、このままじゃミユが危険だ。ちょっと待って、あの子たちを放っておくの？連中の狙いはミユなんだぞ。そうじゃの、人間の子供が目的ならお前さんたちはすぐにおでんばい。だがせめて何か作戦を立てるべきでは。敵の数や居場所を把握してからでも。なあ、もうミウの家来はやられちゃったんだろ。最悪ミウがすでに捕まってる可能性もあるし、それより先に俺たち。悠長にしてる暇なんかねえよ。ミウの命がかかってんだぞ。ねえみんな、時間がないわ、早く。タクマの意見は？こういう時タクマが一番で。
タクマ。最優先に襲ってきたのが本当に昨日。そうなってからじゃ遅いんだ。僕もタクマに賛成だよ。でもよ、ミノル、恐ろしいのはわかるが、信じてくれ。タクマ、ミノル、オンニキュジジモン、いろいろありがとう。これこれ。心配いらないよ、ガラ。何やら。それじゃ、大急ぎで玉座まで戻ろう。みんな、すまねえな。もう少し力を貸してくれ。おい、いるなら返事をしろ。ミユちゃん、どこに。怖がらんでも。ミュは、お前たちの女王様はどこに行った。女王様は、それって逃げたってこと。はい。なるほど、あいつらしよかった。とっさの判断にしちゃ上出来じゃねえか。とはいえ、安心なぞできんぞ。いつまでも無事とは限らないしな。まあ小学生の女の子の足だし、まだこの近くにはいると思うよ。じゃあまた遊園地の中探すの。あ、敵がいて大変かもしれないけど、この状況では。任せて、もうすっかり敷地の中は覚えたわ。敵よりも先にミユを見つけましょう。僕も必ず役に立ってみせるよ。ハル、ミユキ、二人。うん、いいよ。危ない時は僕と。ハグモン、ありがとう。それじゃあみんな行こう。
お兄ちゃん？当たり前だろ。こんなと。またほら、すぐそうやって乱暴な。だから、俺はお。カイト。いや、すまない。あ、けど聞いてくれ。今は言い争ってる場合じゃなくて。うわぁ、今度は潮らしい態度で怪獣しようとしてる。見え見えだよね。ねえ。頼むから聞いてくれって。いや、どうせお兄ちゃんは危ないからそばにいろだの、早く帰ってこいだの言うんでしょ。うちここにいたい。ここでシャコモンとずーっと一緒に暮らすの。ミュちゃん、あなたはまだ分かっ。そうよ、子供を狙う敵もいるし、正体不明の霧だってあるし。他はどうか知らないけど、今までいたつまんない田舎とは大違い。嫌な大人もいないしさ、周りは可愛いぬいぐるみみたいなのばっかで、うちをチヤホヤしてくれるし。それってジジモンや。そうだよ、ジジモンはお兄ちゃんと違って言う。うちは、おいおい、これは説得に時間がかかるぞ。ミュウ、またそうやって決めつける。うちが今までどんな気持ちだったか。ミュウ、お前いい。ほらまた、なんで。だからお兄ちゃんなんて。ミュウ、よしよし。ミュウちゃん、君がカイトに不満。しかし、君を安全な場所へ連れて戻りたいというのは。何それ、なんで。知り合いかどうかなんて関係ない。ますます意味わかんない。だいたいさっきから危険危険って。この世界には怖くて大きなのも大勢いるわ。はあ、雲見てもすぐシャコモンが助け。ああ、あの程度の相手を巻くの。とにかくうちはここから離れないからね。シャコモンとみんながいればそれでいいもん。その可愛いみんながひどい目に遭ったのは知ってる？え？遊園地に侵入してきた敵を食い止めるために。ミュちゃん、このままじゃミュちゃんの言う可愛い子たちもみんなどうなるかわからないんだよ。さっき言ってばそこまで言っちゃうの？このままここにいたらどうなるかはっきり言ってあげ。死んじゃったらそこで終わりなんだから。な、バルモンとパタモンもやられちゃったの？やだ。ねえジジモン、嘘だよね。ミュちゃん、本当なんだ。それくらい危険な敵が来てるんだ。嘘。なんだ、まさか敵襲か。あ、お城が、そんな、まさか。こいつはやべえ。お姉ちゃん、こ、ん、私たちも急ぎましょう。大丈夫か？ミュちゃんはどこも痛くない？早くそこから離れて。でもサキ。どいてろ、サキは俺が抱えていく。さあ、ここは危険だ。みんな外に出るぞ。ちゃんとついてきてるな。何これ。ミュウ。みんな。ね、待って、待って。ミュウちゃん、
ごめんなさい。助けてあげたいけど、だって。外まで、あともう少しだな。みんな、油断はするなよ。ここも、いっぱい怪我した子。ミユ、目つぶってろ。カイトの代わりに、俺が手引っ張ってくから。ここを突っ切れば。出口まで、あと一息だね。無事に脱出できたようだな。サキさん、足は大丈夫？うん、もう平気。ありがとね、カイト。いや、こっちこそ。ミユをかばってくれて。そのミユだけど、大丈夫かしら？かなり参ってるみたいよ。とにかく敵のモンスターに見つからないうちに。こ、悲鳴、あっち、悲鳴が聞こえる。聞こえる。やめて。今の声、なんだ。まずいよタクマ。この気配来たぞ。人間の子供と一緒にいる連中が、こ、獲物が。なんか僕ざわざわする。なんだよあいつら。ミュウ、絶対ガキどもは好きにしろ。ふざけたこと抜かしてんじゃねえぞ。慣れ慣れしく呼ぶな。俺の名はガルルモンだ。君、あんなクズ連中なんぞ知るか。お前が一番骨がありそう。人間の小アッパどもと絆を結んでいるようだな。ファルコモン。ファルコモンは離せ。この野郎、押し負ける。お前は助けに行かないのか。僕、くそ、どうしてこうも役立たずなんだ。なんだ、お前たちの力はその程度か。がっかりさせるなよ。今のうちにガキども。やだ。ミユから離れて。女王様は連れて行かせ。女王様を守れ。いた、邪魔を。何してる。これが。させないわよ。そこ、おい、こいつの狙いはミユみたい。わかったわ。逃が、私たちが相手よ。かかってきなさい。さあ早く。でみんな、うちを魔法使いだって。うちまだみんなのために何もできてない。今はあなたが一番危険なの。逃がさんぞ。アグモンたちをもう倒したの。軽く。お前はどうだ。苦
震えながらでもよく言ったわ、葵。そうよ、可愛いだけじゃないの。ガキどもが逃がす気か。俺の目的は人間の子供と契約したやつをぶった。お前らみたいに悪趣味にガキを狩ることじゃない。ガルルモン、裏切るも何も、お前ら なんだか今のうちに逃げ。生贄のガキは、おい、人間のガキ、俺たちの大切な仲間に。さっきのは不意をつかれて転んだだけだ。そうだそうだ。だったら次は力の押し比べじゃなく望むところだぜ。女子供ばかり狙って。な、何を。あなたみたいに卑怯。卑怯。目障りなんだよ。行こう。絶対に勝つんだ。ディアトリモン、行こう。するな。おっと、
俺の番だな。私が相手だよ。よろしくね。僕の番だね。俺が行く。デスティナションドア。おっと、俺の番だな。俺が行く。オイラの番だね。俺が行く。デスティナションドア。オイラの番だね。
は俺が行く。オイラの番だね。敵ではなかった。俺たちではまだ。それってそんな敵に。タクマ、大ごめん。考え事？ガルルモンたちに次は。それはそんなことないよ。僕たち一番足を引っ張っているお前が言っても。いやでもさ、俺もなんとかなる気が。それは根拠なんかないけど、タクマが言うとなんとかなりそうな気がしてくるっつうか。なるほど、わからん。できないと思ってるよりできると思ってる方がきっといいはずだよ。まあ、やれやれ。危なおてんば姫が来てからいろいろあったが、ありがとう人間の子供たち。そしてうちは女王様なんかじゃないよ。ミュって呼んで。ほっほっ。ではここに。うん、当たり前だろ。もちろん私もミュ。そんなの当たり前だよ。ずーっとミュが心配だ、ミュが心配だ。妹心配するのは兄貴として当然。無事にミュちゃんを救出できて、これで一件落着ってところかな。帰る。校舎。そう。仕方ないわよ。
葵たち、どうやら皆もそんなの当然でしょ。私だって。でもさっき、ごめんねフローラも、こればっかりは。こちらの世界には何かの機会に人間の世界と境界が、あ、通常は固く閉じられている扉のよう。まあいい、その曖昧な時に私たち迷い込んだんじゃなく連れて、誰に、どうやって。サキたちは元の世、どうなんだろう、物理的な話じゃなくて。そうね、ここは普通の。ハルとミユキはどうだったんだ。何にもないよ。そう、はっきり分かったのは、今までにも僕らとジジモンの話の通りなら。そうだな、教授から聞いた、過去に何度も人間の子供がこちらの世界に来て。じゃあその子供はどうなったんだ。僕は今までタクマたち以外の人間。そういえば人間の子供を生贄にとかなんとか言ってたよな。あいつらだってとず、もしかして。確かにな。つまりそんな大昔からずっと、やつらなりに世界を向き、事実あの手、霧は静まり、この世界の破壊は闇虚無。ねえ、さっきから生贄とか霧に。ああそうか、ミュウちゃんはあの霧のことを知らないのか。だからそれって何なの。お前は知らない方が。中途半端に分かんない方が怖いよ。カイト、ミュウの言う通りだと思う。分かった、分かってんのは霧にの。消えるってなんで。そんなの意味分かんない。だから言ったでしょ、うち。そんな、何がどう。わしに尋ねられてもそこは切だが、もちろんそのようなやり方には賛、例えばわしやこの園内におる者。そうたま、あんな奴らにタクマを渡したりしないよ。私だってそうよ。俺だってだぜ。でもそれはつまり誰か生き延びているようにも思えないし、みんなあの連中に生贄にされたってことですか。そこは、そうそう滅多に来るものでもなし。また気がつけば生贄にされ、ある。消える。過去には幾度か次元の彼方へ行き来した者もおった。それは本当じゃから。いやでも伝承が俺たちの世界に残っているからには。そうだ、過去には僕らの世界にも獣神の伝承が残ってるからには。それはつまりことによれば。楽しそう。じゃあつまり、そこで一つ、これはとある者から実際にわしが聞いた話じゃが、世界の境界を曖昧にする術が、その術によってかつてわしが話を聞いたそやつは、それはあの変な。どうしてそんなことが分かったんだ。人間と絆を深めた者はその相手の居場所、動向なので、扉の向こうで元気に生きておることは、まあその感覚は。それじゃあ一緒にいた子供と別れちゃったの。今の話のな、僕はタクマ、タク、あ、タクマに元の世界に戻っちゃやだなんて言ってる。
もし戻れるなら。そうだね。うん。ともかく、わし、じゃあ、帰れる可能性だって、おい、ミュー、聞いたか？うん。もっと嬉しそうにしてもいいだろう。だって、ここの遊園地の方が。これで元の世界に帰れるか。喜ぶのは、まだ。どういうことです？ジジモンさんの説明は、聞いた話ばかりじゃないか。わしは、知っておることをすべて話したがの。事実かどうかもわからない。何の確認も取れていない話でしょ？その不思議な感覚で繋がるという話も。シュージ。確かに。しかし、何の証拠もない話ではない。奴が人間の子供と仲睦まじくしておった姿は、大昔のことで、記憶そのものもまた、無事では済むまい。そやつは、まだ生きておる。やっぱり、そういうことだったのね。寮のことばかりに気を取られてたけど、クネモンは、あの時、寮消滅してしまったよね。うん。でも、そんな術なんて、確かに信じられないよな。元の世界とこの世界の境界を曖昧にする術を人間の子供が使うなんてさ。どうじゃろう。それは結局、生贄の儀式や。詳しいものって。この世界を滑るものとの関係が深いである。あんな奴らに？待ってください。この世界を滑るもの？神とか創造主、これは一つの言い伝えじゃが。我々の要は、神羅万象を、もしやすると、その存在に問うこと、ぬか喜びさせるようなことはやめてください。結局そんなの、ますます根拠も確証もない話です。そんな神様みたいなものを出されても、そうじゃのう。しかし、アルケニモンやガルルモンたちに話を聞く。少なくとも奴らは祭壇に子供を捧げ、眷属を呼び出す術は心得ておる。だとしてもですよ。あんな連中に話を聞きに行くなんて。そうよね。今日だって、でもさ、ワンちゃん、あのガ、ミノル。あいつがどれほど恐ろしい奴だったか。でも、ガルルモンって奴は、それに、途中、もしかしたら、ありえん話。しかし、いきなりガルルモンたちに接触しなくても。他の方法、例えばだけど。残念じゃが。じゃあダメじゃ。それこそ危険じゃねえか。この世界にもいいやつある。そうか。それに知ってる人がいるとなると、やっぱりガルルモンたちのところに行くしかない。結局、アルケニモンのやつも、昨日思わせぶりなこと言ってたし。私たちのことを、見えって。見え？生贄ってことだよな。世界の破壊をそれで正すということは、奴らならば、何かわし以上に詳しいことを知っておるのかもしれぬ。何にせよ、奴らにしか手がかりがないなら、力ずくでも問いただしてみる価値はある。やめようよ。すぐそうやって喧嘩っ早いこと言うのは。ねえ、本当お兄ちゃんは野蛮なん。他にどんな方法があるんだよ。おっかないし、ろくでもない奴らだけど、うまく説得とか交渉も、できる。そもそも、話の通じる奴らじゃないんだ。だからって、悪いけど、
でもあいつらとどこ待っていればまたさらいに来るだろう。それだとこっちが一方的に不利な、あまり推奨はできんな。俺の性にも合わねえ。春やみゆき、それにミュウが一緒にいることを考えれば、僕とお姉ちゃんはずっと校舎で待っててもいい。いいよ。それはダメだ。そうね。乗り込むって奴らの根城がわかるのか。見当ならついているわ。あいつらが来た北の方向だと海に出ちゃうのよ。だったらその先には。海って、ああ島になってたんだよな、ここは。ってことは待てよ、海を渡って乗り込めばいいってことだな。しかしどうやって。船や飛行機があるならともかく。船とか飛行機って、水の上に浮いたり。そのアグモンたちは、うん、残念ながら俺もないな。やっぱりロープウェイや遊園地まであるんだから。海の近くだったら泳げるやつもいたはず。とても現実。その泳げるやつっていうのが巨大なカメで、背中に乗せてくれるっていうなら話は別だけど。海に潜っていくようなモンスターだったら私たち息が切れてすぐ溺れちゃうしね。一体どうしたら。ああ。み、祈る。なんだよ急に。俺すっげえいいこと思い出したかも。すっげえいいこと。前にダムに行った時に地下へ続く入り口みたいなのを見たの覚えてるか。やたら目立つ模様の入った扉があったとこ。もしかしてだけど、あそこを通って海の向こうに行けるんじゃねえの。あの地下水道か。そうそう、あれって地下水道っていうか海底トンネルになってるんじゃね。確かに方角的には合っているかもしれん。しかしあの扉は鍵がかかっていて開かないようだと言っていなかったか。ひょっとするとこれがお主たちのお役に立てればよいのじゃが。ジジモン、これ何かの鍵みたいだけど。というかこの目立つ模様って確かあの扉に書かれてたのと同じやつじゃ。ここを襲ってきた連中が懐に忍ばせていたものじゃ。何に使うものなのかはわしには皆目見当がつかなんだが。これビンゴじゃね。どうだろうな、まずは行って確かめないと。うん、ひとまずこれで僕たちにも新しい目標ができたね。うん、そうだね。まずはこの鍵が使えるかどうか、それを確かめるんだ。それから地下水道を通って海の向こうへ行こう。元の世界に戻る方法か。タクマ、まだ寝ないのか。ハグモン、ごめん起こしちゃった。ううん、大丈夫だよ。タクマは考え事してたの。考え事っていうか、ようやく自分たちのいた世界に戻れるかもしれないって聞いたからちょっと興奮してるのかも。そっか。みんなもご飯の時はいつもより元気だったもんな。確かにそうだったかも。
ミノルなんてようやく漫画が読めるってワクワクしっぱなしだったしな。まあ、あの後みんなすぐ寝ちゃったけど。今日はみんないっぱい頑張ったからな。そうだね。でも僕はタクマが一番頑張ったと思うぞ。本当？本当だよ。だってタクマはすごいんだ。僕の自慢のパートナーだよ。アグモンも僕の自慢のパートナーだよ。僕今すっごく嬉しいぞ。ありがとうタクマ。どういたしまして。あれ、二人ともまだ起きてた。さきとフローラモンじゃないか。二人してどうしたんだ。どうしたってわけじゃないけど、明日のこととか話してたんだ。なんだ、僕とタクマと一緒だね。考えることは一緒か。もしかしてサキ、不安なのか。どうしてそう思うの。サキがやたら元気そうにしてるときって、実は不安なときが多いんじゃないかと思って。そんなこと言えちゃうくらい私のこと見てるとか。え、いや深い意味はないんだけど。冗談だって。タクマってこういう時すぐテンパるよね。でもちょっと嬉しいかな。どうせそれも冗談だって言って笑うんだろ。今度は真面目に言ってるの。だってさ、自分のことをちゃんと理解しようとしてくれる人がいるってやっぱり嬉しいじゃない。僕もタクマが僕のことを見てて分かってくれると嬉しいってなる。私もサキにもっと私を知ってほしいし、サキを知りたいと思ってるわよ。ありがとね、フローラも。さーて、いい加減寝るか。明日も一日忙しくなりそうだもんね。そうだね。僕らもそろそろ寝ることにするよ。そう。じゃあ、おやすみ。たくま、戻らないの？もう寝るんでしょ？ああ、今行くよ。明日に備えてしっかり寝ないとな。父さん。修二、私もよくよく嫌われたものだな。違います、そんな父さんのこと嫌ってなんかいません。ではなぜ香山の男子としての能力を示すことができんのだ。次こそは必ず父さんの期待に応えます。修二、お前の分まで僕が頑張るから、お前は無理をしなくていいんだ。兄さんは黙ってろよ。兄さんに僕の気持ちが分かるはずがない。兄さんには僕みたいなできない人間の気持ちなんて分からないんだ。最初からやりたくなかったんだ、僕にできるわけないのに。なんで誰も言ってくれなかったんだ。できないならできないって教えてくれよ。分かってれば僕だってこんなことしなくて済んだのに。修二よ、なぜ諦める。お前はそれでも私の子か。違います父さん。
何が違うというのか。分かってます。僕は父さんの期待を裏切りません。本当です。信じてください。僕だってできます。兄さんと同じくらい。だって僕は父さんの息子ですから。だからできます。できるんです。そんな目で見ないでください。怒らないでください。お願いします。何でもしますから。頑張ります。だから僕を見捨てないでください。父さんを満足させます。父さんのために頑張ります。嫌だ嫌だ。見捨てないで見捨てないでください。夢？そうか、夢か。なんだ、よかった。どうして変わらないんだ。そんなんじゃ同じじゃないか。父さんに怒られた時の見捨てられるしかない僕と。さんはどうだった？私も見つけられなくて。ダメね私。そんなことないわ。葵はちゃんとやってるもの。ありがとう。僕たちも見つけられなかったし、気にしなくていいよ。そうだよ、気にしない気にしない。お、もう二人は来てたんだな。うん、特に何も見つけられなかったけど、そっちはどうだった？俺の方もダメだった。校舎って意外と役立つものがないんだな。どうなんだろうな、他のみんなは。来てないけど。あ、おはよう。みんな、おはよう。おはようございます。じさん、大丈夫ですか？顔色悪いですけど。寝てる間、上事みたいなこと言ってましたよ。悪夢でも見てたんすか？いや、大丈夫だ。悪夢なんて、見るわけないじゃないか。いや、でもその顔色は。うちは一人でも平気だって言ってるでしょ。何が起こるかわからないところなんだぞ。お前を一人にできるか。いいからついてこないで。おいミュウ、あの二人は変わんねえな。安心できそうだよ俺。いや、和んでる場合じゃないだろう。喧嘩してるなら止めないと。何をしてるんだ。まったく。え、ちょっと修司さん。そこの二人、いつまでもそんな調子だとみんなが困るんだぞ。うるせえな、兄弟のことに首を突っ込むな。二人とも落ち着いて。ミュウもお兄さんのことを邪険にしないでさ。うちは悪くないもん。修司さん、二人はこれで仲がいいんですし、あまりきつく言わなくていいと思います。そうは言うけど、とにかくあんまり揉めないように。
あれ、みんな揃ってるんだね。私が最後。なんか雰囲気悪い。大丈夫だよ。せっかくみんなが揃ったし、成果を確認した方がいいかな。そうしよう。たくま、僕が仕切るよ。お願いします。なんだか大変だね、人間って。みんな葵みたいにいい子ならいいんだけどね。今はまだ仕方ない。信じて見守るだけだ。そういうものかしらね。つまり目立った成果はないということだね。僕たちには明確に敵がいるのに、これはまずい。あいつらの狙いは俺たちを生贄にすることか。意味わかんない。そもそも管理者って一体何なんだ。その人が元凶ということなの。要するにあれだろ、悪の親玉なわけだよな。そいつに会えばいろいろわかるんじゃねえの。それって敵のアジトに乗り込むってこと？そんなの絶対危ないじゃん。そうよね。私もちょっと怖いわ。何言ってんだ、行くしかねえだろ。俺たちは何も知らない。敵のことも襲われる理由もこの世界のことさえも。そんな状態じゃ身を守ることもできやしねえ。とっとと相手の本拠地に乗り込んで知ってること洗いざらい吐かせるべきだ。まあ言ってることはわかるけど。いいじゃんいいじゃん、ラスボスに殴り込みだ。お前は留守番だ、ミュウ。はあ、なんでよ。危ないからに決まってるだろ。私たちは心配しないくせに、ミュウちゃんにはほんと過保護なんだから。ちょっと待ちたまえ。やっぱり敵の本拠地に乗り込むなんて認められない。危険ではないか。あー、出た出た、また始まったよ。我々がいるのだから多少の危険は問題ないと思うかな。うん、タクマは僕が守るぞ。ま、それなりに修羅場はくぐってるしね、私たちって。それにこんだけ数がいるんだぜ、余裕だっつの。確かにフローラモンたちがいれば平気かも。こいつらの力があればちょっとやそっとのことくらい問題ねえだろう。それは君たちの獣が強いからそう言えるんだろう。とにかく反対だ。わざわざ危険に飛び込むことはない。他の方法を探すべきだ。いいや、今はこれが最善だ。敵の本拠地に乗り込んで手っ取り早く情報を聞き出すべきだ。なあタクマ、これまとまらねえんじゃね。お前の意見言ってみてくれよ。ミノリやカイトの言う通り、敵の本拠地に行くべきだ。うんうん、やっぱそうだよな。でもそれって戦うことになるよね。私は戦わないで済むならそうしたいけど。もちろん襲われる危険はあるだろうけど、それはここにいても同じだし、それに敵の親玉を倒すのが目的じゃないよ。話を聞いて危なそうなら逃げればいいし。うむ、そういうことならしんがりは任せてくれ。逃げ道を作るくらい造作もない。なるほどね。まあそういうことならあんまり危なくはなさそうかな。君たちはそうやって僕の意見を無視して。
僕の獣が弱いからか、僕が戦えないから。僕は常に正しく強くあり、みんなを導いていかなければならないのに。シュージ大丈夫？とにかく僕たちには敵がいて戦わないとならない。そのために協力しないとならないんだ。僕たちが無事に帰るためにも。帰れる可能性はあるんだもんな。わけわかんないまま生贄にされるなんて絶対に嫌だもんね。僕はもう一度校舎内を探しに行く。みんなも何か対策しておくように。待ってよ。何も見つからなかったって話だったじゃん。そういう言い方は良くないぞ。修二は立派に務めを果たしている。修二さんは頑張ってるわ。私なんかよりよっぽど。葵はちゃんとやってるわ。自信を持って。ありがとう。ねえタクマ、僕たちはどうする？物を探すのも大切だけど、みんなに話を聞いて状況をまとめたいんだ。アグモンは自由にしてていいよ。わかった。Thank you.
Thank you.
よし、俺が行こう。Thank you.